モーモストは、ギリシア神話に登場する神である。非難や皮肉を基人化したもの。長母音を省略しても、モストも表記される。ローマ神話では、クエレラと同一視される。ヘイシオドスの、神闘記によると、夜の女神ミニクスが相手を必要とせずに産んだ子供の一人で、あり、モロス、ケール、タナトス、ヒュープノス、オネーロス、ヘスペリスたち、モイラ三姉妹、ネメシス、 アパテイ、ピロテイス、ゲイラス、エリスと兄弟。キケローは神々の本性についての中で、有名の神エレボスとニュクスの子供たちの一人として、モーモスに相当するクエレッラの名前を挙げている。散逸したジョジシ、キュプリアによると、十年にも及ぶトロイア戦争は、モーモスの権利によって起きた。すなわちゼウスは雷か大洪水を用いて、人間を滅ぼそうとしたが、 モーモスはこれにことを唱え、女神テティスト、ペーレウスの結婚及び絶世の美女ヘレネーの誕生によって大戦争を起こし人間の数を減らすことを進めた。モーモスはイソップ寓話集において非難される点がない完璧なものは存在しないという寓話にも登場している。ゼウスが牛を、プロメーテウスが人間を、アテナーが絵を作ったとき、 判定者に選ばれた、モーモスは、牛は、角でつくところが見えないから、目を、角の上に、人間は悪い奴か気づけないから心を外側に、家は悪い奴が隣に住んでもすぐに引っ越しできないから、車の上に立てるべきだったと非難した。ゼウスは腹を立て、モーモスをオリュンポスから追放した。ありがとうございます。